川口淳一郎。川口淳一郎。川口淳一郎。1955年9月24日隊。は、日本の工学者。制御システム論。応用飛行力学。学位は、工学博士。東京大学。1983年。国立研究開発法人宇宙。航空研究開発機構シニアフェロー。宇宙科学研究所宇宙飛翔工学研究系教授。 宇宙科学研究所宇宙高校システム研究系、教授、宇宙科学研究所宇宙高校システム研究系、研究士官、宇宙科学研究所新宇宙探査、センターセンター長、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、シニアフェイ、内閣官房宇宙、開発戦略本部事務局局長などを歴任した。青森県弘前市出身の宇宙工学者であり、 特に制御システム論や応用飛行力学といった分野を専攻している。アストロダイナミクス、軌道力学、姿勢、軌道制御、後方、軌道決定論、惑星探査ミッション解析、システム制御論などの研究に従事した。宇宙科学研究所にて、助手、助教授を経て、教授に就任し、宇宙航行システム研究系の研究士官や、 新宇宙探査船のセンター長など養殖を歴任した。さらに、宇宙科学研究所を設置、運営する宇宙航空研究開発機構においては、シニアフェローを務めた。その他、内閣官房の宇宙開発戦略本部事務局にて、局長を務めた。青森県弘前市生まれ、1974年に、青森県立弘前高等学校を卒業後、 京都大学工学部機械工学科に進む。京都大学卒業後に東京大学大学院工学系研究科航空学専攻に進学した。1983年に東京大学大学院工学系研究科博士、家庭修了後、文部省の宇宙科学研究所に助手として着任し、1988年の助教授就任を経て2000年に教授に就任した。 その後、宇宙科学研究所は、文部省から文部科学省を経て、宇宙航空研究開発機構に移管された。宇宙科学研究所、i s セ s JAXA においては、宇宙航空システム研究系の教授を務め、研究主管にも就任した。また、宇宙科学研究所の新宇宙探査センターにて、センター長も兼務した。月、惑星探査プログラムグループ、イスペック。 ジャクサにおいては、かつ惑星探査推進ディレクターを務めた。2011年8月、宇宙科学研究所を設置、運営する宇宙航空研究開発機構にて、シニアフェローとなった。また、2012年から2014年にかけて、内閣官房の宇宙開発戦略本部事務局にて、局長を務めた。その他、宇宙開発委員会の専門委員や、 日本学術会議の連携委員などを務めた。専門は工学であり、特に制御システム論や、応用飛行力学といった分野の研究を手がけている。宇宙科学研究所において、先駆け、水星、起点、ジオテイル、のぞみ、はやぶさ、イーカロスなどの科学衛星ミッションに携わり、はやぶさでは、プロジェクトマネージャーを務めていた。のぞみミッションにおいて、 探査機の重量制限緩和のために20月スイングバイと地球パワースイングバイを併用した軌道を提案し、また、主推進機の逆止め弁の故障によってパワースイングバイを行えなかった際の救出ミッションにおいて2重地球スイングバイを考案している。また、ハヤブサミッションにおいては電気推進の特性を生かしたエドベイガと呼ばれる工法を考案した。現在は、 ソーラーセールを用いた惑星探査に関する研究を行っており、イーカロスミッションは川口研究室が中心となって実現した。科学衛星ミッション以外にもロケット等の姿勢、誘導制御について研究を行っており、M-3SII ロケット、ハイムズ、μ u 5ロケット、SS-520 ロケットなどに携わった。2003年には、 本人にちなんで、小惑星の一つに、川口敦史という名が与えられた。学術団体としては、日本航空宇宙学会、米国航空宇宙学会、あアアー、計測自動制御学会、システム制御情報学会、日本惑星科学会などに所属している。2011年、政府の平成24年度、2012年度予算に関する閣議決定で、 宇宙関連予算では、利用に重点を置いた方針が取られたことについて、利用に徹する姿勢から新たな技術を開くことは期待できず、他国から新たな技術開発やイノベーションが現れるのを、待つだけに陥る危険があると訴え、日本が閉塞する大きな原因の一端であると述べた。2015年に政府が策定した宇宙基本計画で出口戦略が強調された際も、 川口は出口戦略はセレンディピティという科学や技術の本質に逆行するもので出口が見えるような短期的な視点で生産性を追うだけでは革新的な技術は生まれないと指摘した。宇宙工学分野を目指したきっかけはアポロ計画の月探査やバイキング探査機の火星探査の見事なミッションに感銘を受けたためだと語っている趣味は 非常に遅くじっくり泳ぐこと、心情はどんなに足元を固めても高いところに登らなければ水平線は見えてこないである。2011年には中山秀幸、杉浦太陽、佐々木健介らと共にベストファーザー賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。